8月31日8時12分、今日でね、8月も終わりってことで、はい、皆さんどうでした、どうでしたかって、良い夏をね過ごされたと思いますけど、どうでしょうか。まあちょっと8月を振り返るって感じでちょっとやってみようかなと思いますけど、まあ言ってもね、下関の8月って言ったら海峡花火大会とバカン祭りね、この2つがしかないっちゃないんですけど、皆さんどうですか、行かれました、花火大会とかね、バカン祭りとか。今回ちょっとアンケート取ってないんですけど、まあ地元の人はね、あんまりね、花火大会渋滞がひどいんでね、行かないって人結構多いですけどね。あとまあバカン祭りも、まあでも行かないって人結構ね、私の周りでも聞きますけど、でも実際行ってみたら人は山ほどワンサがいますよね。あれは何、まあ他の地区ね、北九州とかあの辺から来てるんですかね。まあそんなことはないと思いますけど、たまたま私の周りだけバカン祭りに行ってない、そういう人が多いのかなと。まあ年齢がねちょっとだいぶ年なんであ、すいません、これあれですよ、例の埋めて保管するドック、なんちゃう、埋めるじゃ埋めんじゃでね、ちょっと揉めた、ドックっていうんですかね、船を修理するとかそんなんするようなところじゃなかったですか、これ。埋めて保管する、埋め立てて保管するという素晴らしい名案でね、なんか今そんな感じで残ってるっていうかね、なんかこんなのがありましたよみたいなのがまだ残ありますよね。なんかそんなやつですよ、昔ドックやったね、船を直すとかそんなしよった、大昔しよったみたいですけどね、ここで見事に埋め立てられて、ちょっと行ってみようかな。ちょっと暗いけようわからんけど、なんかそれっぽい形がね残ってますね、残ってるっていうかここにあったよみたいな感じでなんか書かれてますね。まあこんな感じでいいんじゃないですかね。ね、残したら残したらね、それを維持するお金がかかっちゃうしね。まあ北九州の文字駅でもなんかありましたよね。まあ、工事しよったらなんか出てきたみたいな感じで。
三本海峡花火大会、まあ動画ね撮らさせてもらってね、どうでしたかね。高評価今日見たら78、去年一昨年ぐらいのとがそれぐらいついちゃったんでね、まあすごく評価してもらえたんだと思います。ありがとうございます。まあ残念ながらね、文字側がほとんどね、あの保険会社のビルで見えなかったんですけど、その辺がちょっと残念なんです。だからあの辺あまり人がいなかったんでしょうね。まあどうせならね、下関側も文字側も見たいよっていうのは人情だと思いますね。はい。あれ何、あの下関側が第40回、文字側が第37回、下関側が第40回だからちょっと長めにやってた、そんな感じだったんですかね、記念大会って感じでね。ちょっとあの文字側と下関側であの第何回っていう数字が違うんでね、その辺がちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいですよね。まあなんか僕ロマンティックな感じで、わお。いい具合にライトアップされていいですねこれ。関門橋も綺麗だ。で今日もね台風一過ということで、いい天気やったですよ。まあ台風に関してはちょっと肩すかしって感じで、まあそんな言っちゃいけんですね。あの被害がなかったから、まあ良かったですね。ただ、あの災害にその台風に備えていろいろ準備していた人がなんじゃそりゃって感じで、まあ本当ちょろっと雨が降っただけで。ほとんど何もなかったですね。台風が鹿児島ぐらいにおった時が一番強かったんじゃないですかね、風の力がね。僕もね会社でちょっとね、ちょっと水没しちゃいかんってことでいろいろやったですけど、それが全部無駄になっちゃいました無駄って言ったらいけない、ね、何もなかったから、ね、よしとしましょう、ね、あのバカン祭りの前、2日目のバカン祭りの前の前、2日目のバカン祭りの日の朝の雨の方がひどかったですね。あれはすごかった。動画に話を戻しますと、あの何ですか、バカン祭りの動画2つ、カラタとね、夢広場編のやつ、まあ総踊りのやつでねあげましたけど、高評価が40くらいいくかなと思ったけど、まああんまり大したことなかったよ。あれでも31くらいとかな、うん、ちょっとね馬鹿祭り終わってその日のうちに朝5時ぐらいまで編集しよったんで、ね、ちょっと編集が雑やったですね。はい、もう少し丁寧にね、面白おかしく編集できてたらもう少し高評価が伸びてたんじゃないかなって反省しております。まあ、ほんと、5時ぐらいに、朝5時までね、ヘロヘロになってしよったですけど。まあ、そんな急ぐことないんですけどね。やっぱ、早田さんに現地のあれがありますからね、僕の中で。
鮮度が大事ですから、鮮度が、はい。まあ冒頭の花火、海峡ファンファーレっつってからなんかイベントをね、毎週土曜日8月9月やってますんで、夕方6時ぐらいからね、歌ったり踊ったりね、結構人いますよ、はい、楽しいですよ。ぜひ皆さんもね、ちょっと足を運んでみてがいかがでしょうか。花火もね見れますから、はい、あれね、いい企画ですよね、本当。やってくれてる人本当ね、協賛してるね会社とか本当ありがたいですよ。まあ夏休み終わって、最近ちょっとね、すごく涼しくなってきましたよね。そろそろバイク買おうかなって思ってるんですけど、明日の9月1日なんか北九州の方でなんかバイク屋が共同でなんかイベントやるみたいなね、伊豆ちゃんの前にやるみたいなんで、ちょっと行ってみようかなと思いますけど、下関ってバイク屋はなんか元気ないっていうかね、ホンダ、ヤマハ、川崎とか専門店やっぱりないですよね。宇部にはあるのかな、確かね。なんでなんですかね。まあ北九州小倉の辺にはありますからね、そんなに困らないんですけど、ちょっと不便かなって感じですね。まああまり喋ることもないんでね、この辺で終わりますかね。それではご視聴ありがとうございました。そろそろネタ切れ、ね、なんかね、本当ね、いろいろ動画撮りたいんだけど、なんかネタがない、うん、困ったもんです。うん、まあそんなにね、力入れずにね、まったりとね、ゆっくりやっていきたいと思います。応援してください。ね。よろしくお願いしますよ。はい。じゃあ、ありがとうございました。高評価お願いします。高評価？今日何も喋ってない。まあいいや。じゃあね。バイバイ。